ハイダルパシャ駅はイスタンブールのアナトリア側にあるカドキョイに近いハイダルパシャにあるトルコ国鉄のターミナル駅であった。オスマン帝国の終末期にアナトリア鉄道やバグダード鉄道の始発駅として完成したこの駅から東方あるいは東南方に向け国際列車、国内列車、近郊列車が発着していた。モデルオブ HPT アットミニアチュアク最初の駅は ゲブゼへの路線開業と共に1872年に建てられた。しかし、路線が延長されるにつれて輸送量が増え、新しくより大きい建物が必要とされた。1906年にトリッターとヘルムート・コンの二人のドイツ人建築家により建設が始められた。二人はネオルネッサンスドイツ様式を選び、バグダード鉄道を建設し、 キジャーズ鉄道のコンサルタント業務に取り掛かっているドイツの投資家たちの待望に大いに従って大きな建物を設計した。ハイダルパシャ駅はベルリンからバグダードまでの鉄道計画における重要なつながりでドイツとペルシアンとの間の鉄道接続を構築しスエズ運河を迂回することによる19世紀後半における東方と西洋の間の貿易経路を 掌握するためのドイツ帝国の戦略計画の一部であった。1908年8月19日に営業を開始し、1909年11月4日に公式に落成式が行われた。2012年2月2日にアンカライスタンブール高速線とマルマライの建設のために通勤電車 B2000 を除き、長距離列車はすべて停車しなくなった。2012年4月には、 ゲブゼ方面からの通勤電車 B2000 も、ペンリクまで短縮し停車しなくなった。2013年6月19日、廃止。ハイダルパシャ駅駅舎をホーム側から見るハイダルパシャ駅駅舎内部会に突き出すような埋め立て地に立地した駅である。海底に打ち込まれた1100本の木の杭の上に基礎が建てられ、そのため三方を海に囲まれるという鉄道駅としては、 ユニークな存在となっている。正門は海側に面しており、イスタンブールのヨーロッパ側に向かう連絡線の乗り場が、正門前にある。つまり、イスタンブールのアジア側にあるカドゥキョイなどの街のために、建てられた駅ではなく、イスタンブールのヨーロッパ側、特に、シルケジ駅に到着した旅客との相互連絡を第一に考えた構造である。ヨーロッパの城のような外観の駅舎は、 アナトリア・バグダード会社が1906年から1908年までの間に建設し、ドイツ皇帝ビルヘルム2世から、名誉のオスマン帝国のスルタン・アブデュルハミト2世への贈り物とされた。その基礎は、それぞれが21メートルの長さの蒸気ハンマーにより、柔らかい海岸に打ち込まれた1100本の木の杭である。駅舎は、非常に顕著な様式で、イスタンブールでも、 非常に際立っている。外部からの外観はほぼ正方形に見えるが、ホーム部分を避けるように建てられているため、実はこの地型をしている。1階のコンコースにはオスマン様式の装飾が施されている。その位置のおかげで、とてもよく保存されてきた。1979年には炎上したタンカーにより、被害を受けたが復元された。駅前広場は広くなく、 すぐに海になっているため、陸上から駅舎の全容を望むことは困難である。駅前には同時期に建設された連絡線の乗り場の建物があり、これはオスマン独特の様式を今に伝えている。ここからカドゥキョイへ向かう連絡線やヨーロッパ側からボスポラス海峡を横断してカドゥキョイに向かう連絡線は駅のすぐ目の前を通過するため、 建物の全容を最も容易に眺めることができる。2010年11月28日、駅舎の修復作業中に出火。地元メディアは、溶接作業の火が燃え移ったか、電気系統がショートしたのではないかと伝えている。この火災で駅舎の4階と天井の大部分が消失。しかし怪我人はなく、列車の運行も数時間後に再開した。駅舎は、 その後応急修理されて使用され続けているが、消失した4階部分は現在も再建されておらず、残った上層部の外壁には仮の支えが追加されている。駅舎を解体してホテルに改築する案が出されている。ハイドアルパシャ駅前の都線乗りバリク軍病院の近くのナイチンゲール記念イギリス人墓地には、クリミア戦争や2つの世界大戦で命を失った。 イギリスやイギリス連邦の軍人専用の墓やモニュメントがある。19世紀のセリミエ兵舎の北西翼には病院があり、そこでは介護の先駆者であったフローレンス・ナイチンゲールが負傷し病気に感染したイギリスの兵隊を看護していた。現在は彼女の行為を称えるための遺物を展示する美術館となっている。駅周辺にはハイダルパシャヌムネ病院。 ギュルハーネ陸軍医療アカデミー附属病院、ドクターシアミルセック病院、マルマラ大学ハイダルパシャキャンパスもある。ハイダルパシャ港はトルコの主要コンテナターミナルの一つで駅北側にある。ありがとうございます。